プラス隊が L44、 まずは第一アルストラッシュ、アルストラッシュの合算シーソーを難なくクリアしていきました。全国通りですね。そうですね、 100% という 100%、 はい、そうですね、なかなかでもね、この坂は難しいですよ。そうですよね、はい、まずロボットがまっすぐ歩くこと自体がなかなか、そうですね、ちょっと滑りますからね。さあ、2つ目のマジックボール、はい、お邪魔ロボットもあっさりクリア。さあ、そしてここからが問題です。さあ、逆行するベルトコンベア、どっちが速いか、まっすぐ走り抜けるのはロボットは結構難しい。逆行ストリート、あ、進んでます、進んでる、もうちょっとアームを描きながらも、いったー、これクリア、いったー、すごい。さあ、そして4つ目のアトラクション、ぐるぐる海峡に挑みます。これも、これはちょっと難しいですかね。さあ、しかし本日はですね、練習走行を結構に池田選手たくさんやって、攻略もポイントを掴んだようですので、さあ、ここもあっさり